んにちは、シュウです。今回はマリオパーティーやってこうかなと思います。で、右下らへんに難しさ書いてんだよ。で、これが星1だね。コースによってこの難しさ違って、これが星2で、今出てるコースで星3が多分一番難しいところなのかな。で、一番難しいとこ行こうかなと思ってたんだけど、ここにしようかな。スペースランド、なんか楽しそうじゃない？スペースランド星2でちょうどいいぐらいの難易度なんじゃないかな。よし、やってこう。あれだね、次のドラえもんの映画もなんか宇宙行くみたいなんでし、ちょうどいいね。よし、いや楽しみだな。いや、店行ってね、マリオパーティー最新作買おうと思ったら間違えてこっち買っちゃったんだよ。うわ、すげえ楽しそう。私テンション上がってるよ。いや、これ聞かないでしょね、一人に決まってんだろバカ。一人やります。いや、これ、うわ、キャラは少な。あれ、ロゼッタいない。ロゼッタ、やっぱヨッシーちゃんでしょ。やっぱヨッシーちゃんでしょ。で、女性を入れよう。女性入れて、で、人間以外も入れよう。あと誰にしようかな。いや、難しいね、ここ。やっぱ主人公入れとくか。仮の主人公入れとくか。これ、強いの上ないのかな。コンピューターの強さはどう決めますか。全部一緒。オッケー。強いでいこう。多分勝てんじゃないかな。いや、長っ、長っ。これ20分しかないの ?20 ターン以外ないのこれ。え、マジで？今のゲームって10ターンって確かあるよね。いや、長っ！まあいいでしょう。いや、ボーナスは、あれでいこう。そうだね、ボーナスのワクワクみたいのもあるし、オッケー。20ターン長っ！うわ、すごい。頑張ります。みんな走り方がぎこちないな。やっぱ緊張してんのかな。いや、ミスった。これちなみにマリオパーティー2だね。で、最新作が何だろう？ 11 とかなのかな。おわ、すごい、ドンキーかっこいいな、なんか、素敵。うわ、やばい、これは盛り上がるね。マリオパーティー感がすごい。で、これスター取ればいいんだもんね。マリオの基本だね。スターを目指してやっていきます。いや、ミニゲームとか激アツだろうね。うわ、すごい、なんかドンキーが一番強そうだな。着きました、皆さん。ここがスペースランドです。ここは宇宙ステーションがたくさんのスペースショップが通り過ぎていく場所です。皆さん、宇宙パトロールになって宇宙のことを頑張ってください。さて、今回の目的は、目的とかなんだっけ。スター集めるだけじゃないの。宇宙の侵略者クッパ皇帝からこのステーションを守ることです。あれ、こんな感じなんだね。宇宙の部屋を回ってスペースランドのスターを目指しましょう。では冒険を始める前に順番を決めてください。あ、やっぱ基本的にはスター集めるんだ。先手必勝、先手必勝、先手必勝、油断って。おいお、すごい、すごくない？3なのに3番目だ、2番目か。すごい、1、2。いや、こいつら雑魚だな。やっぱライバルはマリオだね。主役だもんね、一応このゲームの。いや、でもマリオそうだね。ピーチもいるからいい格好見せようみたいな、そういうのあるだろうね。いや、これ動画しか長くなるのかな。下手したらパート分けよう。うわ、すごっ。え、これどうなってんの、コース。皆さんが最初に目指すスターの位置を教えます。いや、これどうなってんの、どっから行くのこれ。スターの位置はここです。キノピオに20コイン渡してスターをゲットしてください。いや、すごいな、これ。全然マップが分かんない。ちなみにミニクッパはここでコインを取られちゃうので気をつけてくださいね。きめえ、この顔腹立つな。さあ、マリオにとりあえずついていこうか。お、いいね、出だし悪くないよ、マリオちゃん。はい、ざま、あ、くそ、いやー、あー、焦った。いきなり、これたまにスター入ってなかったっけ。いや、お前取りすぎだな。お前、出だし好調には程があるんだろ。あと続きます、ヨッシーちゃん。はいはいはい。で、ドンキーは多分一番平和的。うお、そうだね、ここに隠しブロックあるわけじゃないもんね。確率だもんね。だからどのマスにも隠しブロック。うわ、やるね、ピーチ。みんな5以上って、どっち行くんだ。お、どっち行くって前しか進めないんだ。さあ、来ました、初のミニゲーム。あ、ちなみにまだこのゲーム1回もやってないからね、本当に初見。ノッカルボール。初見だけど昔、あ、ミスった。昔やったことある気がするな。いきます。見ればわかんじゃないかな。いや、単純だね。ボールに乗ってぶつかって相手を下に落としましょう。オッケー、これどこで本番だ。オッケー。でもこれ本当に、いや、やっぱ昔のってシンプルだよね。もう落とせばいいだけ。いや、これはもうライバルであるマリオを落とす。ピーチで、ピーチで、かーざま、よーし、ゴリラ VS 恐竜。いや、これはちょっとフェイント入れよう。フェイント入れよう。はい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 、かー。いや、これ勢いでいこう。いや、これ落ちなくね、こいつ。イエス、イエスが、よーし。くそ、このマリオの謎の主人公補正ね。やだ、ハプニングマスとかもこいつ取りそうだな。なんだこれ。
うわ、すげえすげえすげえ、うわ、うわ、仲いい、仲いい、仲いい、うわ、すごい、優勝が一気に芽生えた。あ、そうか、マリオ、そういうのも気にしてんだね。これなんだろう。いやー、来ました、何これ。無調巡査であります、5コインです。スピード違反の取り締まりを始めますか。やってもらう、あんまやってほしくないけど、まあ、やってもらおうか。わかりました、じゃあ取り締まりを始めたいと思います。はい、ご安心ください、スピード違反はこの手で捕まえています。いや、意味がわかんない、意味がわかんない。いや、私ただ5コイン取られただけじゃねえか。なんだあれは。交番には誰もいない。何何したの。いや、ドンキもうそのくだりやったよ、さっき。ドンキさっきそのくだりやった。いや、違うと思っといく。いや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 、やばー。ちょ、今下ブルってやっちゃった、唾。いや、お前ら目がいいな。え、これやばくない。あ、左、え、分かった、あれがカウントゼロになるとまた変わってくんだろうな。なるほどね、シャトルハム。うわ、楽しそう、めっちゃ楽しそう。なんかノコノコすごいね。私ノコノコ食べてみたっていうね、実写あげてんで、もしよかったら見てください。うわ、めっちゃ楽しそうじゃん。これ思いっきりやればいいんじゃない。思いっきりやればあのゴールデンキノコいけそう。ああ、今強すぎたってことかな。強すぎて跳ね返ってきちゃったってことでいいのかな。いまいちわかんない。いや、いいね、4人バトル。まあそんなに強くないって。お、すごい、なんかハテナってないんだねこれ。私別にミニゲーム1個も出したわけじゃないんだけど、全部出したわけじゃないんだけど、全部ハテナだ。ドッカン戦車、戦車になって弾を撃ち合います。2回ぶつけられると負けになってしまいます。移動、まっすぐ弾を撃つ、上向きの弾を撃つ、向きの固定。うわ、すごい、めっちゃある。 Z を押していると向いている方向を固定したまま移動することができます。いや、こういうの苦手だな。うわー、私誰だっけ、ヨッシーちゃんか、ヨッシーちゃん。うわ、む、お、待って、あれ今 Z を押してって言わなかった、あれ。待って、Z ってどこにあんの、この Wii リモコンにおいて。いや、Z ねえんだけど、Z ない Z ないことが判明しました。遠距離、遠距離。いや、いや、マリオ狙う、マリオ。いやー、くそ、ゴリラてめえ、うわー。いや、女性はやっぱ強いね。うわ、ゴリラ死角をついてきた、私の。やるじゃねえか、盲点星だね。ぐふふふふ、盲点星。ごめん、ちょっと気持ち悪いわ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、すごい、みんな目がいい。あ、視力じゃないですよ。いや、これゼロになったら多分、いけんだな、スタンとこ。いや、君たち、なんかずるくない？え、そんな取る？シャトルハンマー。なんか、のこのこの柵が崩壊してない？シャトルハンマー力で。ちょ、もう一回見ます、これ。さっきピーチの力が強すぎたのかな。うわ、あのレインボーのハテナなんだろう、左上。あ、そうだよ、ピーチマッチョすぎたんだね。その鍵何に使うんだろう。いや、でもなんかすごいゴールデンだから、なんか良さそうだよね、良さそう。いいな、私もなんかそういうとこ泊まりたい。えっ、いや、お前らなんか楽しみすぎじゃない。何それ。おう、バトルゲームの時間だぞ。それじゃあ早速今回の参加コインとして10コインずつもらうぞ。あ、いいね、私もマスてもらえるの。やった、あ、やったやったやった。うわ、やっぱ優しいな、コンピューター。なんだかんだコンピューターだもんな。落とし、今なんか下から上に行かなって落としていただききのこ。なんか不正あったな。ゆっくり回る切り株の上にキノコがたくさんあるぞ。クレーンをうまく操作してカゴにたくさん落とすのだ。金色のキノコは3ポイント、紫のキ、あー、すげえ楽しそう。 UFO キャッチャーみたいだね。こういうのあるよね、お菓子で UFO キャッチャーでタワーになってて。うわ、めっちゃ楽しそう。これ何回でもできるの。いただきます。はい、先手必勝。うわ、なるほど、そういうパターンか。金金金金金、ゴールデンシュー、ゴールデンシュー、やばいやばい、ゴールデンシューな。やばいやばいやばい。わ、すごい、こんな下手な人いるんだ。やばいもう残ってねえじゃん。わ、すごい、わ、すごい、ある意味才能かもしんない、これ。わ、自慢しよう。おお、すごい。すごい、見て、こんなにうまくいかないんだね。おお、すごい、自慢しよう、今度。いや、待って。あれ、ゲーセンみたいにすくい上げじゃなくて、なんて言うんだろう。こう、するってやんだね、するって。なんだ。あ、そうか、今、あれ、4人じゃないもんね。あれ、一巡したわけじゃなくて、
なんかドンキーのエフェクトでなった。いや、君たちさ、そんなに数字出すの？これスタンド、なんだ、ノコノコバンクでございますと。ああ、そこ5コイン奪われるんだ。確かそこぴったり止まると溜まった分がもらえるんじゃないか。あ、待って、これスター取られる。うわー、あー、ざわざわ見てください。来た。あー、そこ回る感じね。それゼロになったらどうなるのか気になるな。穴開くとか、はい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 、女性。女性だからといってゲームでは容赦しないよ。あっち向け、こっち。オッケー。なんだ、これは。いや、でも他の二人が頑張ってくれそう。上にいる人と同じ方向を向いてしまったらアウトです。5回の間に3人ともアウトになると。あ、これ運じゃない、運ゲーだよ。いや、そうだよね。多分運だ。くそー。うわ、ピーチ、柵が崩壊。下向きます。え？もう私、なんかどっか向いた？え、なんか正面向いてなかった、一人だけ。うわー、それ何回も動かせんの、もしかして。てんてんてれんてんてんてれんてん。いや、これ勝ったね！優勝コンボ初のゴリラ、恐竜、その他。よーし！お前らいいぞ、お前らいいぞ！これ3人で勝とう、3人で勝とう。よーし、3人で勝ったんじゃない？やった！あ、間違った。あぶね、今なんか変な画面飛んでっちゃった。この変なボタン押しちゃった。あぶね、今電源落ちたかと思った。オッケー、ナイス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 。いや、いい、10コインありがたい。だ、私負けてんだよな。いや、これ次マリオ。いや、お前、あ、オッケーオッケーオッケー。マリオが48コインもあんだよ。ふっ！くそ、中途半端だな。くそ、進む距離も短け。なんでだ。待って、これドンキーちゃんで残り1になんじゃない？え、これ私次落ちるパターンじゃない？これカウントゼロになって。だよね。はーい。うわ、やべ、はぶられてる、また。いや、お前すごいな、お前すごいな。エンドレス奪われてんじゃん。いや、ピーチ落ちろ。ピーチなんかかわいそうになってきた。お、主人公対脇役みたいな、そんな感じで叩いてください。オッケー。基本簡単だね、分かりやすい、今のゲームと違って。そこがめっちゃ好き。クッパの石像があります。たくさん攻撃した相手よりも先に壊しましょう。移動。いや、これ確かヒップドロップが一番ダメージでかいんじゃなかったかな。これ Z ボタンどこにあるの、このゲーム。いや、分かった、 Z ボタン見つけた、 Z ボタン見つけた。ドンキ、お前、あ、なんか一番ドンキパワーありそう。これ私たち有利だよ、有利有利有利。いや、なんかこれクッパなの、これ。キック任せて、ドンキー、ドンキー、このヨッシーのケツ、ケツプリンの力を見せてやる。いや、これどうなんだろう、私これもしかして足引っ張ってる、このケツプリン。嘘でしょ。あれ嘘でしょ。これ多分私のせいだろうね、おそらく。え、ヒップドロップやんない方がよかった説あるな。うわー、でも何がいいかって、20コインあのスターまでのライン超えれたんで。かいや、マリオ最初から不正すごいんだよな、あの。そんな出す目。これもうマリオに取られんの一回諦め説あるな。いや、そうだよね、こっからもう。なんだ、来た、これさっきのやつじゃん。よし、いや、これで勝ちたい、マジで勝ちたい、これマジで勝ちたい。ただわかんねえ、なんかわかりやすいのがいい、わかりやすいのがいい、初見でわかりやすいのがいいな。うわー、これ苦手っぽい。時のついたミニカーで相手の風船を割るんだ。なんとかお前に進んで、進むと下に押すとバックするぞ。なるほどね、上下。うわー、ちょむずそう。とりあえず逃げよう、逃げてよ。2位でももらえるからね。2位じゃダメなんですか。いや、ダメだね、1位取ります。うわ、ジュゲーム柵が崩壊。お、待って、これアンチじゃない、アンチ。お、ほら見て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 、ほら。これずるいとかないからね、みんな。これも立派な作戦だから。これなんか、うわ、シューずるいせっこいみたいな、そういうのやめて。あっ、はい、うわ、だだ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 。いや、待って、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。やん、いいよ。オッケー、全然オッケーに。これなんかいろいろ言われそうだけど、全然オッケー。いや、てかめっちゃ操作難しかった。全然思った方向進まなかった。いや、全然オッケー、全然オッケー。いや、でもシュー10コイン減って12コインだから、そんな増えてきた。
いや、これどうなんだ、ゼロになるよね、この下。あ、この次か。これ多分マリオに取られんだよ、次。なんで次を見越して上とか行ってみるか。そうだよね、多分どうせ行っても間に合わないもんね。エネルギー充電さ、300キロ、はハイパークッパ砲。いや、 100% ではなく 300% 来たんじゃない、これ。え、こいつら来たんじゃない。コインは全部いただくぞ。うわっ、やばい、敵は下行ってればよかった。うわっ、あ、でもドンキに取られてたか。いや、でも下行ってればよかったな、今。うわー、なるほどね。いや、それは激アツ。いや、これドンキが20以下だったらよかったんだけどな。急げ、ボム兵渡し。いや、面白い。持っているボム兵が爆発してしまうと負けだぞ。最後まで残っていたが1位。ボム兵を受け取る？これ自動的に受け取れんじゃないの？受け取るってことか、落とす可能性あるってことかな？どうなんだろう。え、な、受け取るを、いや別に受け取りたくないけどね、正直。いや、まあ、今、いや、お前危ねえ危ねえ、ちょっといまいちルールわかんない。で、私受け取るの下手だろうね。お前らイチャイチャしやがって。お前ら、これ何、この週の1回、これ何、この。いや、でもこのおかげ、このなんか週のわかんないテンポが生きてる。いや、これ私ルールをミスってんだ。あ、わかった。いや、これ、いやー、いや、ちょっと最後らへん分かってきたんだけどな。まあ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 、2位悪くない。これもらえるもんね、コイン。だ、ドンキーにスター取られんな。いや、あの、クッパ砲発射やばいね。あれでもうゼロになるんだ。半額とかじゃないんだね。うわー、ドンキー。いや、でもマリオダントツ1位から防げた。ピーチかわいそうだな、これ2回目だもんね。ただ、どっからクッパ砲来るかわかんないもんね。そうだよね。でも偶然私が歩いてきた方向からクッパ起きたよね。そういうの関係あるのかな。お、なんだ、お、クッパどうなのこれ。アイテムもらえないだけで別にマイナスにはなんないのかな。そうだね、なんかそれっぽ。うわ、すっごいゆとりだね、このゲーム。いや、でも楽しい。いや、さすが最新作。パンチでアタック、うわ、名前からして楽しそう。のぞいて。どう、ドンカクの、これドンカクって言うんだ。ライバルたちとお年お会いをします。最後の一人。あ、こういうの分かりやすいね。これ、オッケーオッケー、さっきと同じだね。ジャンプ攻撃。オッケー、やろう。これ多分下に下がんじゃないかな、このドンカクだっけ。おら、おら、パンチ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 、やばい、やばい、やばい、危ねえ。踏むんじゃねえ、お前ら。いや、クソ、ドンキやっぱ威力オン。おきしょ、泥になると誰も当てないんだ。やばい、激アツ。あまりよ、ざま、さすが。いや、いいね、あれ。泥、あれ、1位、同率1位とかないんだね、その原理。いや、君たちさ、なんかアイテム取りすぎじゃないそれ。いや、いや、で、ドンキーに取られんのか。私はね、もう取れないと思ってこっち来てるからね。うわ、やった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 、初めて来た。え、何がいいんだろう。ハンマーの力でシャトルを飛ばし、欲しいアイテムをもらいましょう。アイテムの説明。連打で振り上げる。あ、連打で振り上げんだ。オッケー。私ね、力加減ってものはすごい得意だから。鍵欲しいな、あの鍵。鍵狙います。鍵狙います。もうこれよ、これ。これ。どうよ。ただ使い道はわかんない。これ何に使うの。これ一体ない。で、ドンキが取るのはもうこれ諦めてる。で、私の近いとこ来てくれ。頼む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 。これどこ出るかによるな。うわ、かっこいい、ドンキ素敵。あ、でも悪くないんじゃない。
悪くないよね。シューマ上行って右行ってそのまま行けるもんね。悪くない悪くない悪くない、全然悪くないと思う。いや、なんなら全然 OK よ。で、これいつでもコインがゼロになる可能性はあるって考えると、もうスターもいち早く取っておきたいね。で、これ今結構コインたま25コインか、すごいいい感じ。いや、で、これアイテムも変わってんだ。確かこの一番右上、魔人のランプみたいなスターまで持ってけてんじゃなかったかな。それ取られるってやばい。いや、それやりすぎじゃないピーチ。いや、ピーチ力加減が下手だな。あ、これ知ってる、これ知ってる。これもうめっちゃわかりやすい。ていうか、これ私昔っていうか前ミニゲームでやったな。昔のミニゲームができるやつで。うれ、うれ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 。待って、これもドローになれば私取られない説あるよね。やべやべ、調子乗っちゃった調子乗っちゃった。いや、でもこれドローないのか、時間制限がない、なんかタイムないもんね。わあ、やばい、カッコつけちゃった。いや、調子乗っちゃったな。ゾンキーだま。ごめんね、私開かずゲートの前じゃないですか。なんで開かずゲートで使えんの。もうわかんないけど、開かずゲートまで行きたいな。いや、いい目出したね、シュー。危ねえ、はてない止まるって怖い。なんか持ってかれそう。いや、ドンキー余計なことすんだよ、余計なことすんだよ。あ、右なんだ。やばい、ドンキーが近すぎる。危ねえ。うわ、すごいすごい、そのループ強。やばい、そのループ強いな、ドンキー。そんなコースあったのか。おな、これさっき私頼んだよね。なんか私ただ無駄にコイン取られたんだけど。あれ何なの、なんでこれお宝。ああ、あれか、ミニゲームで勝たなくてもらえるってやつか。お宝サブマリ、この黄色のやつが多分。さあ、なんだこれは。バラバラになっているパネルをヒップドロップで揃えて完成させてください。一番早い人が勝ちです。ちょっとわかんないけど、やればわかるでしょ。ああ、これに合わせるのか。のこのこ、いや、テルサか、テルサ。で、私あれか。いや、勝てる気しねえな、正直。いや、でもこういうネガティブなのは良くないね。ポジティブに行こう。やべ、こいつら早い。いや、マリオが早い。マリオが早い。くそ、マリオが早い。やばい、このヒップドロップの精度が遅い、私。マリオ早い。やばい、マリオ早い。いや、今私でしょ今。あ、ドンキーだった。いや、今そう、結構私も早かったよね今。割と同率じゃなかった、ほぼ。いや、チャレンジしたいな、チャレンジ。いや、今チャレンジしたいな。仲いいな、お前らは。やっぱりさ、私ここ重要。絶対8以上、絶対8以上。これどっち行けばいいんだ、どうやってマップ見んだ。R。 あ、このゲーム R どこにあんの。あった。いや、来た来た。よしよしよし。いや、激アツ。いい、ついにスタートだ。次どこ。まあまあ遠いな、まあまあ遠いな。あれどうやって行くんだろう。悪くない悪くない悪くない。ちみにんにゃみんにミニクッパーここでコインを取られちゃうので。お、ミニクッパーの場所も変わったんだ。これ私取られる、取られないよね、さすがに。これどっからクッパー放けるか分かんないのかな。とりあえずマップ見ます。左行けば、ダメか、下か、下行きます。これどっからクッパー、まあ私最悪ゼロになってもいいな。これはもう5コインしかないからね。どっから来るんだろう。あれ、今すげえ適当に絵をして読んでなかったけど、なんかエネルギー溜まってなかったのかな。わあ、今ちゃんと読むんだけどよかった。ああ、いい、ドンキーざま。いい、ドンキーが1位だからね。こいつが今現状ライバルだ。人間対ソノタンの戦いになってきたな。恐竜とゴリラ、よし。あの、私の鍵ってどこで使うんだろう。あの門みたいので多分使うんだろうね。どこにあるんだそれ。旗揚げ、うわー、これ苦手なんだよな。
これ多分わかるよ。かあ、これ割と反射神経求められてんじゃないかな。A 白肌 B 赤 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 OK。 A 白だね。 A 白、はい。ペイントもしてくるって言ってたよね。 OK。 だからちょっと遅め。 OK。 いや、シューギリギリだな。多分シューギリギリ。はい、ザワードンキー。よしよし、 OKOK。 いいね。結構ギリギリに上げて大丈夫な気がする。 OK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 。はい。うわ、今押したんだけどな。あ、なんかみんな、なんか集結してきたね。歴代の勇者たちが集結。うわ、惜しい。あと1個でぴったり止まったんだけどな。すごい、みんな集結してきた。友情の名のもとにってやつだね。なんでもないっす。あ、これドンキーどこに止まるんだ。あ、そこか。うわ、みんな惜しいね、そこの。お金取られるのはギリギリ。いやー、ピーチ10が多いんだよね、ピーチの10率が。まあ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 。これ多分ピーチに取られる。あ、でもピーチ、おー、やべ。いや、これどうなる。私このクッパ結構好きで、この昔風のクッパ。なんかすごいなんか双子の親戚みたいなクッパだけど、クッパに15。あ、これいいじゃん。クッパの格好をした人は砂の回転を操ってコイン拾う。ライバルたちをおびき寄せてください。ピーチ、ピーチじゃない。移動だけだ。まあ、移動で多分コインを集めればいいんだろうね。はい。で、これ真ん中入っちゃうとどうなんだろう。一回こういうの入ってみたいよね。どうなるのか。ゲームオーバーになるのかな。あー、何度か。あー、何度か。あいつ見たくない、なりたくない。みんなコイン集めよう。あー、お前そうなのか。砂を左右できるのか。ガーラもびっくり。よし、みんな取ろうぜ。みんなコイン取ろう。これ多分3人の合計分がみんなのコインなんで。オッケー、ドンキーゴイラナイス。あー、オッケー。お前らこっち来んじゃねえ。みんな散らばれ、散らばれ。お前らいい。あ、これ違うのかな。あ、違うのかな。みんなの合計分じゃなくて本当に一人一人取った数になるっぽい。多分そうかな。なんかそうっぽくないっすか。いいんじゃない。よし、15コイン。あ、でもドンキー一番集めてんな。そうだね。なんか3対1って書いてたからそういう仕組みかなと思ったけど、そうだ、それぞれ取った枚数分だけゲットできるのか。これ今何ターン目。10ターン目か。